嫌な月曜日また一週間が始まったね君は今日も頑張って生きててくれ。たんだねありがとう。それに今日もここに帰ってきてくれてありがとうを帰り。今日から仕事がある人もいれば明日からって人もいるね明日からまた嫌な日々が始まるけど無理はしすぎないでね今日もお疲れ様また明日。